正面入り口より、専門店入り口より、夢シティは、山口県下関市のショッピングセンター。株式会社泉が運営する、大型店舗、夢タウンの一つ。旧下関市域のほぼ中央部、川中地区の東側、新下関西都地区各整理事業によって整備された、外区の一角に位置する。新下関西都地区各整理事業地を東西に貫く。 山口県道259号新下関停車場、冷えた線の沿線、新下関駅と、両羅僕駅との中間地点に立地する。山口県で8番目、下関市内においては、夢タウン調布に続く2番目の夢タウンとなる。周辺には、従来より富山、コスパ新下関、トライアルなどの小売り店があったが、夢シティの開店と、同時期に、 県道259号沿線に各種小売店舗が相次いでオープンし、ロードサイド店舗が林立する区域となった。計画当初は、夢タウンに下関しものが仮称として使用されていたが、一般市民からの公募により、2009年7月29日、付で正式名称を夢シティに決定したことを発表した。泉の展開する。 ショッピングセンター業態の中では、夢タウンの名称がつかない店舗であるが、レクトと異なり、泉公式サイトでは、夢タウン業態として、検索対象となっている。大規模小売店ポリッチ法に基づく届出などによると、とされている。山口県内の商業施設面積では、シーモール下関、小野田サンパークに次ぐ規模となる。都市計画による、土地利用の制約から、 本胸、別棟、駐車場棟の三棟に分かれている。位置関係としては、西側の A1 地区に本棟、東側の A2 地区の一部に、ベスト電機が入居する別棟と駐車場棟がある。別棟は駐車場棟を挟んで本棟と隔てられており、実質的に別店舗のようになっている。本棟は東西に長く配置されており、店舗は各階とも大ね西側が。 直営店、東側が専門店となっており、食品売り場とレストラン街が1階、フードコートが3階西側の一角に設けられている。また、都市計画により屋上看板の設置が禁止されていることから、建設当初より夢タウンの特徴でもあるシンボルマークの屋上看板を設置していない。色についても高彩度色や低明度色の使用が制限されていることから、 店舗の外装を白とベージュを基調としたものとし、現地の看板類も他の夢タウンと異なり、生地にピンクのカラーリングとしている。ありがとうございます。